東総合体育館の方に出向きまして、うちの母体の方の福島中央店の方と、あとチャームの方と、ポーラのハンドトリートメントっていうのがあるんですけれども、そのハンドトリートメントを持っていきまして、無料でハンドマッサージとフェイシャルマッサージをしてまいりました。どんな反響でしたか？やっぱほら、辛いところで寝てらっしゃるじゃないですか。それでハンドマッサージすると手がすごく軽くなったって、やっぱ気持ちいいって言って喜んでいただけて、もう行った甲斐があったなって思いました。今日はあぐりさんの方においでになられるお客様に無料でハンドマッサージ、あと無料でファイシャルマッサージ、それはお店の方に来ていただいてなんですけども、あとだんだんゆくゆくはあぐりさんの方とコラボさせていただいて、避難されてる方に向けてハンドマッサージとかをして差し上げて、みんなで元気になっていきましょうっていうお手伝い、癒しの方のお手伝いさせていただければななんて思いますが。若い子たちがいなくなったりしてるので、なんかこう私たちもボランティアでできるかなっていう、たまたまそういったお話の時にあぐりさんの方の話があって、気軽においでいただきたいっていうのが私のモットーがかなって、すごく今楽しく仕事をさせてもらってなるほどですます。ね。はい。他にでなんもといかしたいですよね。福島なんとか。そうですね。やっぱり家に女帰れ性ない。が元気だと家庭も元気だし、世の中も元気になそるうですしってね。私基本的に思ってるので、福島元気にしようよみたいなが、やっていきたいなと。ああ、